24のミトちゃんのとつまちでワンムンダスクライの告知をしたその前の日に、そのリン先輩はちょっとあの案の件で来れなかったんだけど、あの1期生でご飯行ってて、めちゃくちゃいい肉食べに行って、あ、そうそう、あのなんかはじめさんがこっち東京行くわみたいな時に、じゃあみんなでせっかく集まろうって言って、あの1期生で、あの事務所のところにあたりに集合して、コラボはねスタジオ抑えられててちょっとできんかってんけど、ただ食べに行ったっていう。で、あのお肉食べに行って、そのコースみたいなのを頼んだんよね。でコースみたいなのを頼んで、牛タンみたいな、牛タンの高いやつがあってめちゃくちゃ美味しかったんよ。で、まああのちーさんがそのお店予約してくれて、でお金どれぐらいになるかわからんかったから、ちーさんとまだ私入るんすけど、これいいっすか、追加で頼んで、ちーさんって言ったら、ちーさんが、うん、頼めマジで、あざっす、ちーさんごちそうさっすって言って、隣にいるミトちゃんもちーさんの方見て、ごちそうです、ちーさんありがとうございますみたいな感じで言っててなんか悪ノリでね、あのちょっと追加でご飯を食べました。で、ジュースとか飲み物とかもあって、うち、なんかお冷やを最後持ってきてくれてんけど、なんかそのデザート頼まんみたいな流れになった時に、いや、デザート頼むならお茶欲しいっすよねー。ちゅうさん、ちょっと、お茶いいっすか、お茶飲みたいっす、私頼みますちゅうさんって言ったら、お頼みって言ってね、ちーさんの許可を得て、お金はちゃんとあのみんなで折半じゃないわ、割り勘したけどね。ちーさん、お願いしますたのみって言って、あのミトちゃんも、私もいいっすか、たのみって言ってね、あのなんかすごい変なノリで、あのちーさんに許可を取って追加のオーダーをするっていう、なんか変わったことをしてましたそう、ちーさん最近調子いいからね。で、なんかそのお会計これ言っていいか分からんけど、なんかお会計のさ、伝票みたいなの来た時に、あ、見せてみようみたいな話で、ちーさんがこうね、伝票をこうパカって見て、あ、こんなの私の貯金の何割にも満たねえって言ってて、むちゃくちゃ面白かった。ちーさん、そんなにあるんすか、うわー、マジでコーチになりますみたいな感じで、なんか話してて、むっちゃおもろかった。あー、おもろかったな、あれ。ちーさんがチラッと見てね、ん、こんなの、また、千尋の貯金の何割にも満たねえや、あっ、で、ちーさんがこう、万札をバッと出して、これで払ってこいみたいなことを言ってねんけど、あの、私以外のみんなが、え、それはダメみたいな感じでね、ちゃんと割り勘をする流れになりました。私もちゃんと払いました。はい。払いましたよ、ちゃんと。みんなと同じ額ね。あー、違う、同じ額払ってない、私、ミトちゃんの分立て替えたんだ